アジサのトゥルアンメガーショップリミュージアムショップリ。今日はロフィッチ美術館の中のミュージアムショップの中に来ています。私の周りにはたくさんの観光客で溢れ返っているこのミュージアムショップ。どんなものが置いているのかちょっとご案内させていただきましょう。やはりありがちなこのポストカード、ロフィッチ美術館の作品から、またはフィレンツェのポストカードも来ています。ちょっと皆さんに人気の作品をご案内しますが、ここがこのショッピングバッグの一つでございますが、このようにプリマベーラの大きいショッピングバッグ、これで 18.5 ユーロです。さらにやはりここら辺にはとっても人気なのが実はこれなんです。カラバッジョのメドゥーサの書いてあるミラーです。両面ミラーになっています。これで 6.5 ユーロです。その他このジュエリーも見てください。実はこのオフィッツ美術館所蔵の肖像画ですとか、絵画に描かれているこのジュエリー、ルネサンス時代のジュエリーを再現したものが売っています。とてもクラシックなジュエリーと言ってもいいでしょう。ここが真ん中の会計部分です。結構会計はいつも混んでいるので、なるべく早めに会計した方がいいですよ。そしてこれがプリマベーラのピルケースです。ただこれちょっと壊れやすいと、この金具のところがねございますが、これで 4.9 ユーロ。そして意外とガイドブックに載っているのがこのペンなんです。面白い形をしてボッティチェリやレオナルド・ダ・ヴィンチと書いた、これ面白い形のペンですけれども、これも人気の一つです。これで6ユーロします。あとはお子様に人気なのが、これマグネットの着せ替え人形だったり、またはこのヴィーナスの誕生の手帳、簡単なノートブックタイプになっています。中は白紙です。これで5ユーロです。あとはですね、このマグネットタイプのプリマベーラ、あとはこの石膏の上にスタンプしてあるこういったマグネットタイプもあります。意外と冷蔵庫などによく貼られるのがやはりこれですよね。お皿の形をしています。プリマベーラからメディチ家の紋章まであります。さて